無敵マッスルムッキムキということで下水道観光ツアーやってまいりましょうか。もはや観光ツアーというよりはただただ騒ぎまくっているだけの黒旅館になってるんですが、じゃあ間違えた、速攻で道を間違えちゃったけど軌道修正すれば何ら問題なしということで、まあね、高い高い高い壁がたくさんの水をデーンってやってるんだけど、まあね、実はね、ここにね、たくさんの死体が眠っているっぽいんですよね。まあ目に見えないですけどね、あまりにも下水が濁りすぎていて、で素晴らしい匂いということなんですけど、さっきまで大丈夫で、あのね、前々回パートまでね、あなたもね、あのキャッキャウフフのリアルバリマニパニックをやってたおかげでね、あのもうあの凄まじくのあの素晴らしい匂いをさせたからね、そこはあの喧嘩両成敗ということで、まあ許して差し上げて死んぜようということでございます。でまあそんなことはどうでもいいんだけど、そうそう、でたくさんのね、ここに死体がいるんだけど、まあ、残念ながらね、あの素晴らしい匂いとともにね、あのあまりにも濁りすぎて一体何があるのかわかんないパね、リアル下水下水パニックでもね、ワニワニパニックどころじゃなくなったっていうところなんですけど、まあそんなことはどうでもよくって、まあどうでもいいっていう話はね、だから口癖あれだね、どうでもよくってってなんかよく言ってるよね。まあそんなこともどうでもいいんだけど、あっちの方にブー、そうか、こっちの方、あーなんかあっちの側に行ってるから、こっちの方にどん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 、そんなこともありながらね、どんどん先に進んでる、誰だよこんなところで洗濯物干してるやつ、さっさとリッカーパイセンに渡しなよっていうね。リッカーパイセンもね、いろんなところに出没 してね、あの、おめえの洗濯物、ペロペロしてやっかんなっていろいろご褒美はね、あの、くださるんですけどね、まあ、ドーンと燃えて、はーって、なんかどっかに飛んでいくーで、こっちの方は特にないのかな、まあね、どうやってね、あの、あっち側にあるゴミはね、全部くぐり抜けてきたのかっていうのはすごいしね、あの、節だらなパイセンが来た、おー、誰だ、お前起こしやがって、あー、ちょっと待って、ひげずらハゲチャビンパイセン、もう来てるー、やめてよって触らないであげるからプレゼンツー。じゃあ降りよう。あ君はどうした、お風呂にたどり着こうと思ったけどそれは難しかったってところか。おお、降りてくるね、ダブン、立ち上がれガンダム、首が取れ、あーでもなんかね、こういうところでねお亡くなりになられるのとね、やっぱね結構いろいろとね心配になったりとかするんだけど、まあ、こいつもとりあえずついでに落としとくか。よし、降りて、あちょっと待って、パッソ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 ッ、刺さってたやつ、あたたたたた、ここにあるんだな、よし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 、そう、それ返せって感じですね。はい、あのあげたわけじゃないですけど、私の形見なんだから。え、自分の形見、何言ってんの。そんなこと、ようあれだね、あっちからこっちまであれだね、で、あそこでなんかね、どうやったらそんなところに引っかかるんだよっていつも毎回思うんだけどね。ということで、ここで、おてっていう、ちょっと、うえ。ちょっと待って。この時点ではこれ蘇らないんですか。あ、なんだ、睡眠薬がよく効いてるんじゃない、すごいな、本当におててプリプリしてるよね。これ、あ、なるほどね、ナイフはごめんなさい、カチャカチャしなくても、あれなんだね。ちゃんと。ということで、まあ、どのくらい切り裂いたら、あの、なんとかなるのかっていうのがちょっとわからないので、とりあえず獅子粉塵しておきましたと。はい。で、起き上がる？あっちの方でも強くするね。ウィー。はい。立てんのかい？あれ？立てんの？ウィー。あ、立てない。立てない。あれ、おててどこやったの？おてて。おてては？あれ、足だけ切ったの？おてては？おててないねー。あ、なんだ。やっちまっただけか。で、あっちの方でなんかフラフラしてるんですけど、こっちにこの中ね、こうやっといたら、登ってくるときにもうすでに焦げ散らかしてるっていうところなのかな。じゃあこっち進んでいきましょうか。早速なんですけれども、ドゥンドゥン。バレた、さよなら、バイバイ。わあ、どうしようかな。でもな、なんかすでにね、もうなんか、両方がなんか涙袋みたいなのがなんかね、かわいそうだからさ、やっぱり全部の色を同じにして差し上げようって、足ちぎれてる。まあ足はちぎるもんだからね。ということで早速降りていきましょう。うん。で、こっちの方進んでいくとね、やっぱりね、一本じゃ心もとないかなと思うから、二本目の人参。降りて。うん。で、こっちの方は、あれだね。あっちから、あれなんですよ。死神パイセンがね、降りてくるっていうことなんですけど、こっちは特に、でも確か何もなかったはずなんだよね。パソコンが動いて。そうだね。こっちは何もなくて。あ、そうだね。こっちからボンボン撃てたけど、まああまりに爆風がやっぱ遠すぎたから、あれ、いやーたーたらったーたーたら頭まで完全に使っちまったな。ねえ、くさ。じゃないよね。人間ってやっぱり、
臭くなる生き物だからさ。うん。肉食ってりゃ臭くなる。って言うとね、なんかね、うん。どっか、ここの時点でバコーンって言ったらね、あうらしいってなったりするのかな。ちなみにこいつは、起き上がる。うわー、どうだったら、よいしょ。よいしょ。おはよう、あれ。おはよう、あれ。おはようございます。おー、甘いでございます。ね、この上にどうやったらこんなゴミ張り付くんだっていうところですけどね。おててをぶあれまで引きずってる？引きずってらっしゃる。あ、引っかかってこっち来れないの。ふっ、ざまあ見さらせ。じゃあ、こっから。よいしょ。よいしょ。来れんのかい、あぶね。え、来れるの普通に。これ、なんでこれ、うわぁ、こいつに罠引っ掛けられたわ。マジか、くさ。うわ、くさ、くさ、くさ。なんだ。ちょっとこれ乾杯できる。これでお目目が出てきてくれたね。はい、まあお目目ないんだけどお目目出てきてくれたと。はい、そんな感じですね。ということで、ツアー続けてまいります。まあ皆さんにね、安心安全をお届けしたいというところなんでございますんでね。はい、まあどっかのワンちゃんがね、こっち飛んできた時に、ね、爆風とともにこっちに一口噛みついてからどっか行っちゃったっていうところはあったんですけど、まあそんなことも気にしながら、こあ、ちょ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 、思いっきり壁に向かって走ってもらう。で、こっちの方に向かってやりましょう。で、てて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 、おはようございます。ケーブルカーここにって、うん、まあ、なんであれなんだろうね。ここの新米警官とさ、美人の巨乳でゴリラの女子大生はさ、みんなケーブルカーがあることにさ、え、なんでケーブルカーここんなとこにあんのけ、あんのけってさ、疑問を持つのかっていうところがね、ちょっと謎なんでございますけれども、ここに関しては、SSSSSZF。で、ここで、やったね。そう。で、こっちの方にね、あっこから、エイダ女子がこう、ブワー走ってきて、で、あそこにあったはずの、なんかクレーンをバーン動かされて、あそこで、あそこで止まってんだ。あれ？力切ったんじゃなかったっけ？そっか、あそこで止まってんすね。じゃあ、やっぱりあれ以上はなんかクレーンの使用上動かすことが、まあ、難しいやんべっていうことでね、こっちの方でアイテムを回収しておいて、さ、ってことで、まあ、うわー。これあれだね、いろいろパソコンカタ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 って入力して、で出来上がったものをこっちで印刷して、でここに置いているということですね。メール、あ、オーエンズ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 って何だったっけ？あ違うわ、オーエンズじゃねえわ、オーエンだったわ、ごめんなさい。何だっけ、マイキーとシム、あ違う、もうカタカナも読めないレベルになってきてる。はい。マイヤーとキムが死んだ。咳が止まらない。どうして連絡を。そうか。あなたたちが。あなたたち。たち。いや、で、ここで、これまでの死亡者たちのね、リストがあるということでございますんで、はい。ちょっと、ね、大丈夫かどうかっていうのは、ぜひ確認をしておいてください。あ、なんだ。あちゃん。はい。で、こっちの方に進んでいくと、匂いがプン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 くっついている。ちょっと年上の女の子が、寝ているでゴンス。はい。寝ているでヤンス、寝ているでゴンス。エイダ、皆さん。大でございますね。はい。Where's this person? な、まあ、あっち側に何かがいるか、あっちにいるね、何かがね、まあ、おい、来たろうのパート2なんだけど、おい、来たろうパート2が、やっぱりね、エイダ姉さんに種付けをする前にこっちが種付けしてやんなきゃいけないから、うん。ということで、あー、でもビデオでも見てればよかったかな。まあ、RB フィッシャーってね、うん、なんだろうね、RB フィッシャーか。なんだろうな、RB、RB。ね、まあ、フィッシュ&チップスだったらね、F&C だからね、うん。よくよく考えたら、このナイフ、だいぶあれだね、ミリタリー、あ、そうか、なるほど。ミリタリーナイフだからか、すごい、随分とスタイリッシュなあれだなと思ったらさ、まあ、本当にスタイリッシュだったっていうね。で、こっちでやっといて、どうしよっかな、まあ、しばらくこんな感じでいいかね。ということで、こっちの方をチラチラって見ていきましょう。裏辺とね、表辺が違う。ちょっと待ってね。ルークはナイトと、ルークはナイトの隣でクイーンと向かい合わない。で、キングはクイーンと隣接せず、ナイトの正面、キングはクイーンと隣接せず、ナイトの正面で最も端だ。で、ケースのマーク、んケ、なぜ消えた？ケ、ナイトはあそこじゃないよ。ナイトはあそこじゃないよってことは、ナイトここじゃなくて、じゃあこっち。で、オッケー。で、こいつが、ルーク、じゃあ、これ、ビショップやないか。で、ポーンはここで、ちょっと待ってね。キングは、クイーンと隣接せずってことは、クイーンは、隣接しないから、じゃあ、クイーンがここだ。あ、わかんない。逆かもしれない。で、ルークはナイトの隣で、クイーンと向かい合わない。あ、違うわ。じゃあ、ってことは、ビショップがここだね。はい。
だと信じて、次回か次次回パートか分かんないけど、やった時にもしもミスっていた際には皆さんごめんなさい。あれどっかで聞いたことがある。ギョギョギョ。さあやっていきましょう。上からファーンと落ちてくるね。これが上にファーンと上がっていくとガチャンってされて、もうゴミ捨て場に一直線っていうことでね。はい。あいつはやっぱ相変わらず二日酔いで酔っ払って寝ているということなんで、まあいつかちょっと起こしてやらなきゃいけないってところなんですけど、あいつどうやったら起きんだろうな。よくわかんないな。ちょっとちょっかいかけてみる。ね、ウコン持ってきたよーって、うんこ詰めたろ。でこっちで、ほい。で、こっち、クレアの書き置き。お、私、これからある場所に向かうの。途中で出会った女の子を救うためよ。ん？そうか。原作と違って、最後の最後にしか出会わないから、あれだ、あそこで出会って、なんか、ケーブルカーじゃなくて、なんか、王道特急で出会って、で、いや、はじめまして。俺、女の子は誰でも手をつけたがるやつなんだって言って。で、うわー。おお、取る前に起き上がっちゃったよ。起き上がれガンダム。ラビタリナイ。飛んでおいて。で回収。あ、ミリタリーナイフはね、やっぱりね、レオンと言ったらミリタリー。やっぱ酔っ払うと痙攣するのかな。ほらプルってプル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 してるもんね。もう一回する？もう一回プルプル太郎する？なんだ、万歳したままになっちゃってるね。あ、ごめんなさい。2、12、20、あ、ちょちょ、パ、2、12、8、これやっぱあれだね。一回ミスるとリセットしなきゃ、ダメダメよんって怒られちゃうんっていうパターンなんだね。ガチャン。ここから出てくるのは？あ、なるほどね。カッチカチのストックにさしてあげるわ。ちょっと待って、ポンプアクションと、なるほどね。保持性をアップってこと。ご時世のご時世。ということで、まあ、こっちの方にダーンって一発だけボーンってやっておくと、果たしてゴリラはどうなっているかな？ジャイアン。ちょ、ジャイアン、下半身使ってたわ。ごめんね。で、こう、あと足がちぎれて、こっちは、足のサバ折りみたいな状態になってるな。ごめんね。で、ああ、起き上がってきた。よかったね。無事に生きてて、本当に。よくはなかったか。ガチャン！おります。まあ、そんなことを言いながらね、まあいろいろとね、まあ、じっくりじっくりと観察していくとね、まあ、新たな発見っていうところがたくさんのところで見つかったりもするよなと思ったりするんですけど、あれなんか、出来損ないの目玉親父がいたりする。で、こっちの方戻ろうとすると、ボーンって、はい。これで一体どうなったかでね。わっしょいー。え？こいつちなみに、こうなりますよ。で、この状態で、わーぐちゅー。これで、あ、カウンター攻撃して、あれか、あと無理か。はい。じゃあもう、ダメです。もうゲゲゲの鬼太郎じゃないや、目玉親父は誰かっていうのも決まっているんでね。はい。ちゅうわけで、一体中途半端なところなんですけれども、まあ、あれですね、どっかの女子大生のゴリラのツアーガイドと同じ感じになっちゃってるんですけれども、まあ、一旦ここでね、締め切りをさせていただきたいというふうに思います。まあ、次回ね、ちょっと迷路のようなところを行きつつ、一旦警察署に戻っていくというルートで進めていきたいなというふうに思ってます。まあ、ツアーガイドはやっぱりね、一定のね、安定したルートで、進めていかないと、やっぱ毎回ね、いろんなお客様にね、別、なんか質の違うとかさ、量の違うサービスをお届けしてしまうと、やっぱりね、不平不満、同じ金払ってんのになんであっちだけあんなサービスするんだよ、みたいな風にね、やっぱり、クレームになってしまいますんで、そこら辺、ちょっとご容赦いただけたらなというところでございます。で、一個不思議なのが、これでこんなに伸びるのに、ここのね、ストックのあれは変わらないということなんですよね。うん、これを例えばさ、あれ？無理なんだ。はぁ。一度つけたら、アロンアルファが強すぎて、ちょっと剥がすことができない仕様になっちゃっているというところでございますね。はい。ということで、そんなことも言いつつ、ちょっとじゃあ、とりあえず、マグナムの弾だけ、これでカチャンと、無理。よいしょー。パキン。はい、オッケー。じゃあ、これとこれ戻しておきましょう。はい、ちゅうわけでね、今回もツアーガイド最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。またのね、ご参加お待ちしておりますんで、ぜひチャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して、また次回もご参加ください。では、またお会いしましょう。さよなら。